アリゴさんは、エリトリアセメナウィケーバハリ地方ゲレーロ地区に存在する、清掃火山。ブリ半島の付け根にあたるダナキルク墓地に位置する。頂上は、標高904メートル。1928年に、火口からの噴煙が観測されている。アリゴさんは、東、アフリカエリトリアの中央部にあたるセメナウィケーバハリ、地方のゲレーロ地区に位置する、清掃火山である。 北北西のエチオピアと南南東のダナキルの二つの地類に挟まれたデンカリアと呼ばれる大地交代の北側にあたる地域に孤立しており、アリト山北方のブリ半島を隔てて北西に航海が開ける。この航海はエリトリアの首都アスマラの北方にあたる。火山はマグマが地層や岩石の中に入り込む貫入によって地表に現れた。 体積岩のドーム及び表面を多い侵食を受けた玄武岩を含む溶岩及び流門岩で構成されている。3階は概ね円形をしており、頂上は904メートルに達している。火山頂上のドーム部に幅2キロメートル、長さ3キロメートルの裂孔を有し、他に北領に1キロメートルの幅、1.5キロメートルの長さと100メートルの深さの クリニー式噴煙を吹き上げるカルデラを有している。現在の火山活動はこの北陵の噴気口のみに限られている。火山観測所は置かれていない。ありがとうございます。